ミスターおかちです。現在は2019年6月27日、4月1日に旬読を始めてから3ヶ月が経ちます。この動画は僕の旬読卒業試験です。この3ヶ月間1冊3分で読むこと、そして1500冊読むこと、この2つを目標に毎日旬読オンライン講座をやってきました。その成果を発表したいなと思っております。その卒業試験が終わった後は、旬読してよかったなって思うことと、僕なりの旬読上達のコツをお伝えさせていただきます。卒業試験何をやるのか、簡単です。まだ読んでない本がここにあります。これを今から3分で読んで本を閉じる、そして皆さんの目の前でアウトプットさせていただく、ただそれだけです。それでは本開けますね。地元の本屋さんで買ってきました。読む本はこちらです。偏差値30でもケンブリッジ卒の人生を変える授業、塚本涼さんの本です。もちろんまだ読んだことがありません。じゃあちょっとね、帯取りますね。帯取って、なんかこうしおりみたいなの取りますね。帯ね、取って大丈夫かな。はい、 OK。 じゃあ準備が完了したんで始めたいと思います。じゃあちょっとこれをセットして、カウンターも見えるようにしてですね。レディーゴー。あ、始まった。
りましたね。はい、じゃあちょっとお肩を止めて、それでは文章にはなってないかもしれないですけど、僕の頭の中でこう出てきたことをどんどんやっていきますね。はい、塚本さん、ずっと落ちこぼれで、でも落ちこぼれていたけど勉強もできなくて自分はダメなんだと思ってたけど、どこか自分を変えたいという気持ちはあった。自分を変えたいという気持ちがあって、いろんな本を読んだと。その本を読んだことで自分は変わるんだっていうことがなんかこう降りてきたようで、特にあの7つの習慣という本で、自分自身は自分で変えられるんだっていうふうなことを腑に落ちたみたいなんです。でそこから僕は同志社大学に行くって言って、ものすごい勉強されたようです。勉強して、でもただ勉強はしていたけど、お前バカやのに勉強しても無駄やでとかなんか言われてたんだけど、でも僕は自分は自分で変えられるんだって信じてやってたそうです。ただ周りのレッテルっていうのはなかなか変わらなかった。自分がどれだけ変わったとしても、周りが自分を見る目っていうのは全然変わらなかった。だから僕は結果を出すんだってすごい頑張ってたそうです。はい、でいろんな頑張りがあったんですけど、その勉強するコツっていうことをいろいろとお話してて、その時に大事なことは隙間時間、5分10分の隙間時間にあらかじめどんなことをやっておくのかっていうイメージをしておく。パッて隙間時間が出た時に何もその予定がなかったら、パソコンやったりゲームやったりしちゃう。ただ5分10分隙間時間出たらこういうことをするっていうイメージがあったら、その隙間時間を有効に活用できるっていうお話。そして自分はどういうふうな目標を達成したらどういうふうな人間になるんだろうって、その目標をすごいイメージして意識することがすごい大事だっていうお話をしてましたね。はい、そういうこととか、あとまあ英語の勉強はちょっとどんな話と思うんですけど、英語を身につけるために大事なことっていうのは、速読よりも、精読っていうか、正しく読むっていうことがすごい大事で、スキップせずに文章の構造がどういうふうになってるんだろうっていうことをまずはしっかり理解することが大事だというお話があったりとか、あとは、まず文章を見た時に動詞を見つけることでその動きがイメージできるから文章がこう入ってきやすいっていうお話とか、あとリスニング上達のことはシャドーイングっていうことで、文章を聞きながら同時に口に出して言うってことなんですけど、その時にまさにその人のモノマネをしながら言ったり、その人のになりきって言う、まあ、感情を決めて抑揚とかトーンとかもその人になりきってやると、まさにあのすごいこう潜在意識に入っていって、英語が入ってきやすいっていうお話もありました。であとはもうどんどんアウトプットするということ、もう失敗を怖がらない、アウトプットをどんどんして、それで、そこからあ、こういうふうに通じたんだって、その通じた体験を積み重ねていくっていうことも大事なんじゃないかっていうお話で、大学時代に、じゃあそもそもなんで就職活動しないといけないんだろうっていうその疑問があって、そういう一つ一つの疑問を大切にして、自分の中でちゃんとしっくりくることを行動していくということで、やっぱその自分の考えとか自分の気持ちっていうのを周りが自分のことをどう見るとか気にせずに、そういうことを大事にすることがいいんじゃないかっていうお話とか、あとは、なんだろうな、あ、じゃあ、留学した時の話なんですけど、日本人であるということ、それだけでもアドバンテージだと。俺日本人なんで英語喋られへんって言って卑屈になることはない。日本人で生まれたからということは、それだけでアドバンテージだと。もうあのイギリス人はなんかこう日本人が風邪の時でもマスクをして仕事に行ったりマスクして学校に行くっていうのがすごい頭にあるみたいで、日本人イコール勤勉だと、どんだけ辛いことがあっても責任を全うするっていう、イメージがあるみたいなんですね。だからそのイメージをちゃんと使って自分もその日本人のアドバンテージをどんどん日常で使っていくと、向こうの海外の人とも信頼を得やすいんじゃないかというお話がありました。はい、まだまだちょっと出てきそうなんですけど、とりあえずこんな感じです。
卒業試験は以上です。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。僕自身ちょっと緊張したんですけども、僕の今の全てが出せたので良かったのではないかと思ってます。それでは卒業試験の結果を発表したいと思います。先ほど計算しました。4月、つまり3ヶ月前の僕の読書スピードは1分2500文字でした。そして3ヶ月経った今、こちらの本の文字数が127,148文字、それを3分で読んだということのでことなので、僕の現在の読書スピードは1分42,382文字。4月1日から比べて17倍になりました。そしてこの3ヶ月の読んだ本の数、それは1527冊。ということなので、3ヶ月前に立てた1冊3分で読むという目標、そして1500冊読むという目標、2つとも達成することができました。ありがとうございます。それではここからは僕が瞬読してよかったなって思うことを紹介したいと思います。3つあります。1つ目、たくさん本が読めました。1500冊です。1500冊の本の知識がここにパッて入る、こんな3ヶ月は今までになかったです。今まで手に取らなかった本を手に取るようになりました。例えば億万長者、僕はね、これまでの人生で億万長者になりたいとか億万長者になれるって思ったこと一度もなかった。でもこの3ヶ月で億万長者になるための習慣、億万長者になるためのお金との付き合い方、億万長者になるための考え方みたいな本を大体100冊ぐらい読んで、もうマインドだけはもう億万長者にセットされています。だから常に行動するときも、あれ、億万長者のおかっちならどうするんだろう、億万長者のおかっちならじゃあ6時に起きて、朝の有効な時間を活用するだろうとか、億万長者の意識で今毎日過ごせるようになった。それはものすごく僕の人生にとっては大きなことかなと思います。2つ目、情報処理のスピードが格段に上がりました。もうメールを読む速さもそうだし、新聞読む速さもそうだし、ネットの記事読む速さもそうです。全てにおける処理をするスピード、それがグンって上がった気がします。特に感じるのはあのニュースピックスですね。ニュースピックスの記事も読みたいなと思ってたんですけど、以前はね10分ぐらいかかるんですよ、一つの記事読むのに。だからね、なかなかね読みたい記事を読めなかった。でもね今ね、隙間時間5分とか10分とかできると、それパーって見てたら大体 10記事ぐらい読めちゃうんですよ。なんでどんどん新しい知識が入ってくる、それはねめちゃくちゃいいです。はい、3つ目、これが一番大きいんですけど、潜在意識を味方にできるということです。やらない言い訳とかできない理由に引っ張られることなく、やりたいことが自然に自動的にどんどんできてしまうということ。だから僕にとってこの瞬読っていうのは脳みそのアップグレードです。潜在意識がクリーニングされて、今までの思い込みとか、変な価値観っていうのがねさっと綺麗になって、自分がありたい姿とかありたい価値観とか信念とかにこうアップグレードされる、まさに生まれ変わった感覚です。はい、ということで瞬読してよかったなって思うことを3つお伝えしました。ここからは、僕なりに編み出したというか、僕なりに考えた瞬読上達のコツ、それを5つご紹介したいなと思っております。その1、本部から教わったことをやるということ。そうです、もう自分流にアレンジするのはその次です。まずは1日5分、そして1時間、週1回1時間、それを確実に3ヶ月やっていました。で、まあ、どうしてもこう飽きてしまったり面倒くさいなって思う時もありました。そんな時はなんか普段の日常の習慣、当たり前にやってる習慣とオンライン講座をくっつけてやってました。例えば
洗濯物を畳みながらブレインスパークをやるとかね、あと将棋、僕将棋好きなんですけど、将棋をやりながらこう待ち時間の間にこうブレインスパークをやるとか、あと歯を見ながら磨きながらブレインスパークをやるとか、そうやって自動的にやる習慣とくっつけると、なんかストレスなくオンライン講座もできました。その2、右脳と潜在意識のことを勉強するということです。瞬読は右脳と潜在意識を活用した読書術だから、右脳と潜在意識のことを分かっていなかったら上達するスピードが遅くなるな、そのように感じました。だから最初の2週間はひたすら脳みその使い方、右脳潜在意識、そのことを関する本を読みまくりました。その本をたくさん読むにつれて、この瞬読というメソッドは最も効率のいいやり方だなと自分自身が納得して、しっくりきて、この3ヶ月 100% 瞬読のことを信じることができて学習を進められた、それも良かったのかなと思っております。その3、アウトプットする。アウトプットは情報にハッシュタグをつけることだと思ってます。脳の仕組み、僕なりの理解をお伝えします。右脳っていうのはパソコンでいうとハードディスクで、左脳っていうのは Google 検索窓が真ん中にあるついたモニター画面だと思ってます。たくさん読書をします。読書をするとその情報はハードディスクである右脳に蓄積されていきます。でもですよ、その時にハッシュタグがつけられていないと、アウトプットしていないと、自分はこんな情報が欲しい、あんな欲しいの欲しい、あんなことがしたいって Google 検索窓に入力しても、それがねモニターに映されないんですよ。どこにしまわれてるか分かんないから、ハッシュタグがつけられていないから。でもですよ、本を読んだ後にアウトプットするとそれにハッシュタグがつけられるんです。そのハッシュタグが、過去自分が経験したこと、体験したこと、そして持っている知識にちゃんと紐づいて引き出しにしまわれるんです。だから左脳で自分はあんなことがしたい、こんなことがしたいと思った時、それを入力すると、それがハッシュタグに紐づいてるから、じゃじゃんっていう風に引き出されてモニター画面に映るんですよ。だから瞬読した後、読者をした後にアウトプットすると、自分が欲しい時にいつでもその情報を引き出せるようになる。だからアウトプットするまでが瞬読です。瞬読協会でも、ツイッターで皆さんがアウトプットする専用のアカウントがあるようなので、そちらもぜひ、ご活用ください。その4、いろんな右脳開発を試すということです。僕がやったことは左手を使うということ、左手で文字を書いたり、左手で絵を書いたり、左手で歯を磨くということ、それを毎日の日常に取り入れていました。あとピアノをするということ、ずっとピアノやりたかったんですけども、できないと思ってたんですよ。でもできないと思ってたけど、やりたいんだったらやったらいいやんっていうマインドが降りてきて、5月5日にピアノを始めました。そこからは毎日30分ピアノをやっています。あと瞑想するということ、今までね瞑想が嫌いで、静かになる時間が嫌い、動き回るのが好きなタイプなんで、でもこの3ヶ月は、自分自身を静かにする時間、自分自身と向き合う時間、やらなければならないから解放されて無になる時間を作りました。そうすることで潜在意識が少しずつこう緩くなって、パカーンって開いてきたように思います。その後、セルフトーク。瞬読上達の鍵はセルフイメージを上げることです。自分は絶対にできる、絶対にできる、絶対にできるって信じていたら本当にできてしまう。そうなんです。で、僕にとってそのセルフイメージを上げる一番有効だったのがセルフトークです。心の中のつぶやきです。例えば、できそうな気がする、やればできる、絶対できる、トン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 上達する、俺ってすごい、やればできる男、それがおかちみたいな、パワフルで明るくてワクワクする、そんな言葉を体をつけ
けて気持ちを込めて心の中でも声にも出していました。そうすることでどんどんセルフイメージが上がっていったように思います。はい、こんな感じです。自分を信じて、瞬読協会を信じて、この3ヶ月やってこれて本当に良かったなと思ってます。次の目標は瞬読を始めてから4月か、その時点からで、ね、考えて半年で1トン読むということです。1トン、それは2500冊です。現在僕は1500冊読んでるので、あと1000冊です。簡単にできるでしょうね。できそうな気がしています。ということで、また皆さんとお会いできることを楽しみにしております。